郡山総合地方卸売市場は福島県郡山市にある公設の地方卸売市場である。左から成果棟、管理関連店舗棟、水産棟かつて郡山市は市内の福山町久保田に郡山市地方卸売市場を設置していた。しかし、公営の市場設置後も郡山都市圏には民営市場が郡山市内に3カ所。 塚川市内に2カ所と分散しており、効率の悪さから、郡山市の市場を敬遠して、仙台市中央卸売市場などを利用する業者も多かった。また、富士山町の旧市場は、市街地の近くの市道東部幹線沿いに位置しており、利用者が渋滞に巻き込まれることもあった。そこで解説されたのがこの市場である。解説前には、 中央卸売市場を設置することも検討されたが、農林水産省の監督を受けることになり、運営の自由度が下がることから、地方卸売市場の設置になった。しかし、規模としては、各地の中央卸売市場に劣るものではなく、全国公設地方卸売市場協議会に、加盟している市場としては、日本一の規模と謳われ、郡山市や須賀川市、及び、 田村郡など周辺30市町村の業者に利用されている。なお、一般消費者は競売に参加することはできないものの、見学者用の展示スペースがあるほか、市場内の食堂などの一般向けの店舗は誰でも利用することができる。また、料理教室や、いきいき市場祭り、毎月第4日曜に行われる、市場の朝市など、一般消費者向けのイベントも開催される。 ありがとうございます。